おい、TS 第6弾どこ行ってん？はいどうも、VIP です。やっていきましょう、VIP です。よろしくお願いします。VIP 哲学ですね。皆さん、お久しぶりです。はい。3日ぶりの動画となってます。ありがとうございます。ちょっとね、休みをいただいてまして、まあね、ちょっとこの今日ね、TS 第6弾来ると思ってたんで、まあ、そのね、TS 第6弾をのガチャ動画をこうバーンとね、あの久々のこの3日ぶり4日ぶりの復帰動画として上げたかったんですけど、まさかの TS 第6弾コズということで、パワープロの記念袋、まあね、これの終了日が8月30日なんで、まあ8月30日にワンチャン TS 第6弾あるんじゃないかなっていう可能性もあるけど、 TS 第6弾廃止説も出てます。いやマジか。ただね、結構ね、今回追加された選手、注目選手めっちゃいるんで、まあ、めっちゃちょっと言い過ぎやけど、すごいちょっとね、注目したい選手もいるから、まあ、解説しつつガチャ、このパワープロのガチャ引く感じになるかな。いやショック。ちょっとね、まあ一応ね、使いたい選手もいっぱい一応極みにしたんで、ちょ、育成期間といっても過言ではなかったんですよ、この3日間。コインとかも120万コイン貯めたり、結構この TS に向けてね、すごいもう試練発してたんですけど、来なかったから、まあちょっともう選手、あ、アニバーサリー確か決まったね。アニバーサリーはまあ一応決まった。まあ坂本選手のアニバーサリーが結構もうかなり久々なんですよ。いつもセレクションとかで出てたから、坂本選手のサイン付きアニバーサリーはかなり久々で、まあおそらくシリーズ2となってこの選手たちは出てくるんで、能力もね、だいぶ青柳選手とかも強くなって出てきそうやし、てかなんか今日待機生放送で言ってたけど、青柳選手に対してなんか誹謗中傷がなんか結構あったらしくて、マジふざけんなって感じ。意味わからん、マジで。それに対しての青柳選手のコメントも泣きそうになったわ、ほんま。ふざけんなよ、誹謗中傷してるやつ。今日これさ、広島どうなんのこれ、同率。3人じゃないのこれ。なんでこれ堂林選手になったん？50音順？堂林選手他行で、西川選手な行やから。あ、じゃあそれやったら間があれか。なんでなんこれ。あ、票数差があるんや。あー、なるほどね。1460票の差やったんや。俺一番ちょい西選手に投票しててんけど、俺が投票してたら西川選手まくってたんや。あ、だから西川選手に投票してくれって結構来てたんや、 DM とか。あと近本選手にもめっちゃ来てたからね。結構でやばいやつもった。おい、投票しろボケみたいなもいたよ。これまた来そうやな、お前のせいでとか。まあいいや。はい、ってことですね、ちょっと追加選手を紹介していきたいですけど、注目選手だけちょっとだいぶいるんで、選手24名いるんで。まあ、清水達也選手、こういうフォーム来てほしかったな。まあ、後々追加されるかもしれんけど、能力はそんなに強くない。で、伊勢選手が、やっぱ強いな。タイピン持ちのストレートへのツーシム D、スラカット。で、斜め方向のチェンジアップ。伊勢選手は俺 A ランク持ってないけど、持ってる人はめっちゃ限界突破していいと思う。で、この藤井選手ですね。藤井荒也選手かな？あ、藤井荒也選手が、フォースラと縦スラ。で、このフォースラの回転ツイッターで見てんけど、結構縦、なんかね、バディッシュみたいな感じだったから、ワンチャンこの縦スラにも回転似てたから、両方使い分けでワンチャン抑えれる可能性があるんで、ちょっと早速ねゲットして使ってみたいと思う、明日明後日ぐらいには。綺麗の海、いいね、いい。で、吉田康生選手、かっこいいね写真。しかもまあ通信、まあ前から通信持ってたけど D になってるし、強いんちゃうかな吉田康生。タイピンないけど、しかもこういうフォームあるんですよ吉田康生選手。だからちょっと A ランク持ってないけど使ってみたい。うん。で、あとは、シューメーカー、怖っ。シューメーカー、顔怖っ。あー、まあまあまあ、あ、まあまあ。あー、今日タイピンないと、いいはきついか。うん。スプリットも変化量小さいしな。まあ、打ちにくそうではあるけどね。ナックルカーブもあるし。高橋選手はシリーズ2能力上がりそうやけどね、もっと。ストレートとかもなんか157とか出してたもんな。期待ですよね、期待。で、山崎福也選手がタイピンついたんかな。で、このフォークが変な変化するんで、当たったらちょっと継承して使ってみたいけどね。うん。あとは、まあ、こんなもんか。あ、与座選手がタイピン、超タイピンチ。で、アンダースローでしょ、多分。お、アンダーで、スライダー高速進化。タイ、あ、面白い。まあこんな感じかな。うん。案外こういう LINE の動画の時、おぶな LINE の動画の時に意外とこう14回目まで行ったりして伝説残すタイプなんですよ、僕は。はい、ってことでですね、ちょっとね、どこで引こうかなって迷ったんですけど、使ってみた動画の下にこのソフトバンクにいるこの藤井選手使いたいんで、ソフトバンクで引くわ。もう別に中日今ゲットしてもって感じで、清水選手もそうやし、高橋選手もそんな今ゲットしてもすぐに極みにできるわけじゃないし、それやったら動画にできる藤井選手と、あと吉田康生選手も欲しいな。うん。じゃあ早速ソフトバンクで狙っていきます。あるんちゃうこれ。 S ランク出たら自チーム確定ですよ。待って、あるある。2枚引きもある、2枚引きもある。あー、レインボ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 ー太郎、
あーまあなさそうか。これ打つか。打ったら持ってない選手確定。あっちょ待って、今日ねソフトバンクは持ってない選手結構おるんすよ。いやどうかな、これ持ってない選手結構おる。ソフトバンクは誰だ誰だ。いやめっちゃもう1回目からやつか。これしかも4回限りやからバリ熱い。来い、あーウィーラー、ありがとうございます。はい、さあ誰だ、藤井選手来い来い。グラシア、え、お違う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 、2枚引きや。違う、だってニューじゃないもん。来てる、誰だ、おラストや、いきます。はい、よーし。マジ、え、やばくないこれ。久々の動画でやばい引きしてます僕。え、やった。ちょっと極みにできないけど、特訓マックスの特殊力マックスで使ってみたしますね。やった、明日明日明日出す。え、じゃあちょっと後世狙っていい、これ出るんちゃん吉田後世。2回目しかも自チーム1人確定やから熱い。じゃあ2回目いきます。あ、せ、皆さん動画のさ、チャンネル登録に横にあるベルボタンあるやん、横にある、あれさちょっと押してさ、全て一番上の全て押しとってくれ。ちょっとやっぱ動画出てすぐに見てほしいんですよ僕。あ、やばい、かぶったかも。だからちょっとよかったら今これ見てる瞬間、今チャンネル登録の横にあるベルボタン押して全て押しといてお願いしますね。はい、もうこれ約束ね、約束。はい、お願いします。さあ吉田晃生選手、おい、これ出そうな予感するけどね俺。え、めっちゃ A 出るやん。さあお願いします、ここ来い。うわ、おっしゃ、やっぱかぶったか、やっぱかぶったか。 OK、 3回目、ここ何もなし。さあこれは何もなさそうかな。これちょっとスキップ入れとこうか、この辺で。そんなに甘くないから。出たー、出たよかぶり、久保沢選手。さあラストお願いします。社員、いやー社員来ないか。いや今日でこれ打つ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 、打てよ打て、やばい、これかぶった臭い、これかぶった臭いぞ、マジか、頼む、お願い吉田晃生お願い。はい、うわージェームズ、まあ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 、まあ、オッケー、これでニューが出てるから、うん大丈夫、かぶってない可能性もある。野村選手オッケー。さあラスト来い。あー、じゃあちょっとこのグレードアップスカウトで吉田晃生選手引くわ。 VIP のグレードアップスカウトはグレード5から。さあ行きましょう、グレード5来い、ここです来い。なさそうですねこれは。はい、グレード6あるよ。あーお願いします、打たない。そして飛ぶよ、来い。さあここ新選手確定ある、これ社員だったらある、マジで。2枚引き、2枚引き、2枚引き、いやこれ気抜くねん、こいつこいつ気抜くで、絶対絶対気抜く。いや今日のお前は違う。よっしゃ、2枚引き、よしよし、いや笑わないといけない、打てよ、打たナイツ、え、打たナイツ、笑ってよ笑ってよ、よしよしよし、 OK、 とりあえず2枚引き、トリマ2枚引き、ただこれは新選手ぶち抜く可能性は結構難しい、2枚とも新選手は難しいよ。ここ、いや違う、自チームは引いてるけど OKOK、 最悪ミキサーがある、ここ行くよ、頼む。ともみたけはし、ちょっと待って、もう一周行かして、うん、もう一周、二周目、二周目。さあグレード5、グレード6、さあグレード7行きましょう。これ出るよ、これ出る、打つよ、打ってくれる、絶対に。2枚引きある、2枚引き、2枚引き、あーレインボー、あーい、あーごめん。さあいやマジでこれきつい、うわー、もう持ってる、もとかほとんど持ってるよね、もうシリーズは。頼むわ。さあここよ、集中ね、集中集中集中、来い、シューメーカーナイスー。怒ってる、俺は諦めてない、ミキサーがある、俺にはミキサーがある、いきます、頼むよ、これもう最後ね、頼むよ。吉田晃生選手出して、藤井選手、吉田晃生使ってみた連続、お願いします、来い、掘り。ちょっとね、あんまりもう S ランクミキサーできないので、もうこれがラストになるかもしれん、もうこれ圧縮できないからちょっと厳しそうやけど、頼むお願い、吉田晃生当ててくれ、俺ならいける、いくよ、飛ばすよ、俺ならいける、来い。う
ゲー。